え、スポダイナと、キラキラと、シャガラと、マグと、コト、キラと、はーい。僕ですね、みんなより優れた能力を持ってまして、何ですか？イーグルアイ？はい。僕の地元に来てるんですけど、はい。僕の地元ね、田舎すぎて、高校とか大学行くとき、バス乗らないとダメなんですよ。で、そのバスが、片道約1時間ちょっとかかる、えげつない山道なんですけど、その山道を、毎日毎日バスで通うことを、約6年間したところ、僕、乗り物酔いしなくなっちゃいまして、はい。自律神経が、この田舎住みによって極められたんですよ。なるほど、なるほど。で、やっぱね、僕以外のメンバー、都会住みじゃないですか。まあそうだね、山道多いだね。山道ってのは通ってこなかった。なので、今日は皆さんに、車酔い耐久バトルをしてもらいます。うわ、無理だよ、それは。なるほどね。ということで、山道を今からこの車でね、運転していくんですけど、普通に乗ってても面白くないんで、それぞれにミッションを用意いたしました。はい。一つ目、YouTube を見る。あ、いいね、いいね。いや、多分それ一番ラッキーだわ。二つ目、ゲームをする。あー、きつくなったな。三つ目、漫画を読む。ジャンプがあります。下見るぞ、これ。四つ目、食事。やばい、食事か。食事やばい。五つ目、編集。編集もきついぞ。この5つに分けて今から皆さんには1つずつやってもらうんですけど、はい、どれがいいか5人で話し合って決めてください。どうする？いや、マジで俺模範したいっす。どうぞどうぞどうぞ。俺も YouTube がいい。俺も YouTube がいい。俺も YouTube がいいな。それそうなるわ。俺漫画でいい。じゃん。いいよ。俺飯行こうか。じゃあ飯行って、うん、絶対 YouTube。 いや、俺も YouTube。 じゃんけんしようじゃん。そうやな。最初はグー、じゃんけん、ほい。うわよし。ギブアップの人はもう素直にギブをしてください。はい。一応ね、ゲロ袋も用意してるんで。マジや。出発しますよ。オッケー。誰が一番自律神経強いの？車酔い耐久バトルスタートー。はい、始めていいですか？はい。唐揚げの弁当うまいです、普通に。僕が今見てる YouTuber は、釣り岡さんです。ちなみに酔いやすい人は誰なんですか？はい、僕です。なんで？俺も何かやってたらよ。こうも確か編集してたよってたよ。俺そう、編集はやばかった。怖えな。怖え、マジで。俺そう、酔った後が怖いわ。確かに。ここからがスタートみたいなもんですね。いや、だから俺もやばいねって。なんでやに。急カーブ入ります。はい。おお。え、俺本当にやばいかもしれない。嘘やろ。嘘やん。早すぎん。ちょっと待って、ほんまにきついかもしれない。嘘でしょ。いや、あのね、ほんま家が出てきてる。ごめん、俺ギブかもしれない。いいっすか、本当に。すいません、僕ギブでお願いします。嘘でしょ。あ、いや、あそこ見てない。開始10分で死んだぜ。嘘でしょ。パン君ギブアップでございます。すいません、ほんとすいません。もっとこの企画離脱者が早い。これマジで酔ってる顔してますね。マジで酔ってます。で、ハンクがリタイアしたということで出発しますよ。はい、お願いします。では行きます。弁当食べ終わってもんか。次、北海道メロンパン行きます。お、一発目から第118話からなんだけど。やばい、ちょっと気持ち悪くなってきた。そうでしょ。地味なカーブの連続がね、酔いの原因になりますよね。うん、ですか。ハンガーがちょっと喋ってもらうのは困るんです。すいません、すいません。あれ、ヒロト君大丈夫かな。え、大丈夫ですよ。大丈夫そうですか、後ろ。島袋は全然余裕そうですね。足組んじゃってますから。現場はみんなご存知だと思うんですけど、本当に弱いんですよね。なんかさ、イカぐるぐる言い出してる。それおしめだ、おめえ。ああ、ええ、ちょ、やめて、マジで。それは違うよ、なんか新しく言うんだけど。ダメよ、吐くならちゃんと袋に入ってください。一瞬喉まで来た。ちょ、やめて、マジで。ちょっと、マジやめて。え、ヒロト、マジ駐車場寄ります。駐車場寄ります。ほんまにやめて、マジで。ギブです。中間ポイント通過で、ヒロト君ギブアップでございます。ここからさらにきつくなっていくんで、注意を。はい、はい。こうはどうなの？ちょいちょい、危ね、危ね、危ねが来てる。そうやね、そうやね。楽になってもすぐ来る。そう、蓄積されてて。あ、なんか耳がやられてる。あれ、変化によってなんかやられるよね。そうそうそう。やばい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 。ほんまにやばい。あー、やばい。わ、今の揺れやば。すごいな。あー、やばい。胃の中の液体が揺れてるの。くそ。そう。あー、待って、やばいかもしれん。それだけやめて。え、何吐くの？吐くのですよ。なんでギブアップした後にそうやってなんか巻きちゃうの？ほんまに無理、ほんまに無理。ほんまに出るから。俺もダメね、そういうの見たら。いや、出すつもりはないけど。ほんまにギブアップしとるんじゃねえ。ギブアップしてるけどさ。え、そう、危ないね。喧嘩が始まってまいります。マジイライラする。
イライラされても無理やろこれは。笑ってるやん、耐えろや。笑う余裕あんねやったら。脱落した側で揉めんなって。ほんまに、ほんまに。うわすげえ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 、揺れる揺れる。うわすっごい揺れてる。やっての交換してもいいですよ。そしたらコウ君、はい、あなたモンハンです。で宇田先輩、はい、編集です。クソでしょ。おっちゃんが漫画です。で、ドブクロは漫画何も聞かないんじゃないかな。俺モンハンが一番来ると思うで。いや俺やったら編集やな。宇田先輩大丈夫ですか。え、やばいかも。編集やばいかも。すごいわこれ。あーすごいねこれ。ちょっとこれはすごいですね。想定外でした。やばい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 、これやばい。ほんまに無理かも。あ、これや、今のやばい。すいません、ギブで。おお、宇田先輩ギブアップでございます。編集やべ。やばいっすか。編集は絶対やばいと思う。じゃあもっちゃん、はい、あなた編集行ってください。とうとう来ました。はい、編集の時間が。こうはこのままで。なんでですか。お願いします。さあ残りは2人。やばい、負けたくないけど勝てる気もしない。うわーやっば。待って、これきつい。怖っ。こうくんどんぐらいよ。僕今90です。目が回ってきました。お疲れ様です。お疲れ様です。もう二人喋ってないですからね。さあ、そろそろ終盤か。やば、今の今のやっと来たやな。今のやばい。あ、やばいかも俺。え、え、もうやめて、俺それで無理になる。無理無理無理。マジで無理。本当にギブいけます。ギブのギブってあります。どうすんのそれ。わかんない。もういいっすか、頑張んなくて。勝てなくていいっす。気持ち悪い。ギブでいいんですね。あ、ギブで。ということで、ゴール 200m 手前でコウ君ギブアップでございます。はい、お疲れ様でした。うわ、200m だったのかよ。と顔やば。ほんとにやめて。ほんとにやめて。これ、まるまるから始まるじゃないで。おーい、大丈夫か。ほんとに、もうちょい耐えて。もうやだよ。うわー、マジで気持ち悪い。なに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 、出たって。もう出た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 んじゃない。出た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 。最悪ゲロボーンって言ったもん。いや、気持ち悪い。臭い臭い、絶対気持ち悪い。窓開けよう。着きました。あー、ちょっとやばい。ガチ。うわー、ほんまに。うわ最悪。え、うえ言うとる。ということで、第1回車酔い耐久バトル優勝者、しまのくでございます。ありがとうございます。俺じゃなくてあいつでいい。いいよ。ね、確かに。確かに。確かに。See you.